工学部情報システム学科ネットワークコンピューティング研究室の前田太陽先生と田畑優人さんですよろしくお願いしますよろしくお願いしますさて前田先生この研究室について教えてくださいはい当、えー、研究室ではスマートフォンや LTE クラウドなど様々な最近サービスが増えてきましたで研究室の中ではそういったネットワークを利用してですね世の中に役立つようなあソフトウェアとか あとは、あのいろんなリソースを効率的に使う研究をやっております。田畑さんはなぜこの研究室を選んだのでしょうか。はい。きっかけは、大学3年生の夏に行われた研究室見学でした。幼い頃からプログラミングに興味があり、情報工学を学ぶべく本学の IT を専攻しました。大学の講義では、一つのパソコンで完結するプログラムを多く学んだため、通信に関するプログラミングを学びたく、この研究室を志望しました。 もうかなりね皆さんも真剣に研究を取り組まれてますけど一つ研究を紹介していただけるということでどんんなな研究なんでしょうか今日はデジタルパスをを利用ししたた研究を紹介いいと思います彼がこの4月から自分自身で作り始めたシステムでデジタルパス、はい、特に今だとスマートフォンで Suica の機能を持ったものっていうようなものを自分でアプリケーションを開発してでそれをサーバーと連携するようなところまでできてますので。 それを今日見ていいただこうと思いますちょうど今彼が学生証をタッチしてですねコンピューターで読み取ってそのデータをデータ集約しているところがこの今画面になります。でこういったものを地味に見えますがあのいろんな技術を使ってですねでデータを集約してですねでそのデータをもっと効率的に使おうというような研究をやっております。 そうすることでこう何かこう社会的にうまくいくことがどんどん出てくるとということ、ねはい、そうこですねそ世界的にも一つのアプリでですね旅行からあのカーレンタルっていうようなこともできますのでそういったアプリが今後どんどん増えていくので我々もそういったことをやっていこうということでやっております、うん、こうした研究のやりがいとか魅力ってどんなところなんでしょうか。そうですね えっと複数のメンバーでこう作ることでですねシステム全体が出来上がっていくとそういうところに魅力を感じると思いますありがとうございます田畑さんも実際もう開発というか研究されていると思うんですけどやりがいや魅力どんなところに感じますかはい講義では学びきれなかった通信の知識を学べたときや試行錯誤を繰り返して正常な動作をしたときにやりがいを感じます特に周りの友人たちと話し合ってアイディアを実現できたときに嬉しさを感じます なるほどやはり思いが形になると嬉しいですよね、はい、これね実際に研究室に所属して自分自身が成長したなと感じる部分ってどんなところでしょうかはい、通信の知識を深めることができた点や先輩や同期と協力して技術の幅を広げることができた点で成長を感じますお互いに助け合うことでみんなと共に協力し成長し合えたと思いますでは最後に高校生の皆さんにお二人からメッセージいただければと思いますまずは前田先生お願いします、はい 学生にはノートをを書くこと勧めています高校生の皆さんもですね実現したいことや気に入った内容をメモしてどうやったら他に実現できるかと応用できるかというようなことをまだ答えが見つけてなくてもですね現在の内容を記録してで、えー、実現に向けて頑張ってもらえたらなと思います。 世の中にはですね、えー、と解決すべきこう問題ってたくさんあると思いますが同じぐらい高校生の若い皆さんが考えるアプローチがあると思いますのでそういったアプローチをですね、えー、とどんどんやってもらいたいなと思って今のツールをもっと使って公に知られてないことでもいいアイデアがたくさんあると思いますのでそのアイデアの実現また手順そのほかいろんな手助けが なあのできるノートになると思いますので、自筆のノートを書いてもらいたいと思っていますやりたいこと、興味があることを自分自身に問いかけて、それを実現できる道を探してみてください。学びも遊びも手を抜かずに楽しむことで、充実した学生生活を過ごせると思います。前田田先生田畑さん本当に今日はあありりががととううごござざいいままししたた